場所だと全然。はい、はい、こんにちは。FM ギノワお聞きの皆さん、こんにちは。こんにちは。時刻は午後5時回りました。ギノワン支給なギノワンヒルズ通りの高台にございます。 FM ギノワンを飛び出しまして、はい、なんと屋上にございます、はい、ビアガーデン B サイドさんからお届けいたします。サザンブリーズ火曜日、お相手は私東勝崎と火曜日アシスタント上原舞乃です。はい、よろしくお願いします。いやー、飛び出しましたね。飛び出しました。スタジオから飛び出しちゃいました。突き抜けちゃいました。上をね、上に向かって突き抜けちゃいました、はい、そうなんですよ。実はね、この屋上のビアガーデンでただいま放送していますけども、はい、そうね、まあ今日は ね、まあ、なんといっても先週の金曜日ですか、はい、舞乃が20歳の誕生日おめでとうございます。はい、いやー、もうありがとうございます。もう本当本当ね、皆さんのおかげでね、もう立派な20歳にさせていただきました。ありがとうございます。すごいね、今舞乃どうもありがとうございますって皆さん周り言いながら、もうなんか100人ぐらいに挨拶してるかのように。いや、もうね、私に関わってくれた全ての方に感謝ですから。はい、はい、でそういうね、まあ誕生日の記念ということもあり、はい、そして、うんうん、まあずっと言ってましたね、何週か前に、はい、浴衣で放送したいねと。そうですね、言ってましたね。着る機会ないなっつって、はい、言ってましたから。言いました、言いました。それを全部合わせちゃおうということで。はい、すごい、もう荒技ですね。荒技ですよ。二十歳の誕生日、前の二十歳の誕生日記念に、はい、いやー、こちら本当ありがたい。FM ギノワの屋上にございます、うん、ビアガーデン B サイドさんにて、はい、浴衣での。はい、そうです、そうです。生放送ね、やっぱり車で聞いてる方は分かんないとは思うんですけど、そうですね、そうですね、ツイキャスの方は全然、ね、見ていただけるので、ぜひぜひツイキャスご覧ください。はい、そうですね、ラジオを聞きの方はいつもよりなんか風の音強いなっていう、そうそう、だからちょっと涼しい感じを味わっていただきたいですね、うん、そうですね、耳だけの方は、そうですね、本当に屋上でやってるっていうね、まあ、アリバイというか、はい、理由付けになるのはね、時々おそらくですけども、はい、とてつもなく飛行機の音聞こえてきます。はい。そうですね、結構近いですから。はい、これギノワンならではでございますので、はいはい、いや、それが証拠ですからね、ビアガーデンでやってますよ。やってるっていう証拠になりますから、その涼しさを味わっていただける。そう、そういうことなんですけども、はい、さあ、前野さん、はい、20歳になりましたけども。なりました。本当ありがとうございます。いや別に、アズマさん、本当ありがとうございます。いや別に感謝されることは特にないんですけども。はい、どうですか、誕生日の日はどうしてたんですか。誕生日の日は一応その日は全然何もなかったんですけど、はいはいはい、次の日に家族でお祝いをしまして、お、今風来ましたね。風来ましたね。来てます。皆さんお分かりですかね、このビュービュー感。まあ一応、ね、はい、その誕生日の後日27日に家族でお祝いをしたんですけど、うん、はいはい、その日に初めて、うん、お酒をたしなみました。たしなむほどでもあるんだけど、はい、いやいや、もうね、最初は梅サワーを、はい、飲みまして、まし、それで、うん、もう家族のみんなでおめでとう乾杯って言って、飲んだんですけど、うん、まあ、結構初めての味の感想を言いますと、はいはい、めちゃくちゃ美味しい。美味しかった。美味しい。梅サワー美味しかった。梅サワー美味しかったです。なんかこの居酒屋のものもなんか独特なのかと思うんですけど、うんうん、梅干しが丸々1個入ってるんですよ。おー、いいですね。それがまたすごい美味しくて、うん、で、まあペロッと2杯ぐらい2杯ぐらいいきますね。どうですか2杯飲んだ感触、あ、私お酒いけるな、あ、でもちょっと無理なのかなって、どっちですか。
いや、いけますね。いけるなるほど。いけますね。まあ、言っときましょうか。はい、あの梅酒2杯ペロッといけてる時点で、はい、僕より強いです。はい、そうなんですか。間違いなく僕より強い。東さん、全然飲めないって言ってましたよね。ほとんど飲めないんですよ。はい、おえ、梅酒を飲んでも、はい、一杯でもダメですか。一杯、いや、まあまあ2杯飲んだらね、はい、もう十分です。いや、でも全然2杯飲んでも顔も赤くならないですし、はい、あのお腹いっぱいってよく言いますけどね、僕、肝臓いっぱいになりますから、うん、それだけ飲んだら。でもお酒飲むと結構腹にきますね。あ、まあまあまあ、そうね、きますよね。膨れるなっていう感じはしました。それはね、のんべえの発想ですね。あ、そうなんですか。のんべえ飲む人は、まあ、ご飯食べに行っても、はい、いや、もうお酒飲むから おかずご飯そんなにいらないよっつって。いや、もう本当にお酒飲んだらすごいお腹膨れちゃって。あ、それと一緒だわ。あ、ちょっとのんべえかな、主語ですわ。やばいですね、のんべえ疑惑が、疑惑が出てますけども、しましたね。はい、会長、それでいただいて、でも全然お酒はすごく美味しくいただけたので。あ、そうですか。はい、はい、よかったなと思います、ね、いいですね、はい。誕生日プレゼントなんかは。あ、誕生日プレゼントはですね、いただきました。お、ワインをいただきました。これまたお酒なんですけど。いいですね。まあ、一応20歳って言ったらお酒が飲めるっていうことで。そうですね、はい、ワインをいただいて、はい、それはまた次この家族みんなで、うん、あの一緒に飲もうかなと思いますね。はいはいはい、なるほどね、はい。まあ、今日ね、はい、まあ、こんな感じで、あのビアガーデンからね、うん、お届けさせていただいてるわけですよ。はいはい、前のもね、はい、20歳になってるわけですよ。はい、そうです、ね、ここまで来てるのね。はい、自分の車じゃないんです。そうです。ね、はい、運転してもらってると。そうです。ということは、うん、飲めるんじゃないかと。いうこともありましてですね、はいはい、あのですね、はい、私、はい、もちろんね、はい、誕生日プレゼントを用意してきました。はい、ありがたい。はい、こちらでございます。はい、なんだろう、なんだろう。なに、なにこれ。はい、なんかすごい高級な瓶に。こちら、制服酒造さんが作られております贅沢マンゴーリキュールでございます。わこれまたお酒。お酒、いや嬉しい。っていうか、めちゃくちゃ高級そうなお酒です。全然そんなあれですけども。でもマンゴーっていうのがすごいいいですね。はい、いや、というのはこれはね、はい、あれなんですよ、あの水曜アシスタントのね、はいはい、ひーちゃんが、ね、はい、いるんですけど、ひーちゃんがまあ泡盛をいろんなこともよく知ってて、あ、そうですね、っていうのがあって、はいはい、その、紹介コーナーで、うん、このねマンゴーリキュール、これ紹介してたんですよ、はい、ちょっと前に紹介してて、はいはい、でその時に、はい、あ、じゃあ、今度また20歳になる、じゃあ前のにでもあげようかなって話をしてて、うんうんうん、はい、でちゃんと見つけて購入してまいりました。嬉しい。私、果物でマンゴーが好きなんですよ、はい、めちゃくちゃ。いいですね。めちゃくちゃ好きなんですよ、はい、1、2を争うくらいの、うん、もう本当嬉しいです。ありがとうございます。いやいやいや、とんでもございません。ありがたくいただきます、はい、毎日ちょこちょこ飲みます。ちょこちょこ飲んで、はい、大丈夫です。これでアルコール分めっちゃ少ないんでですよね、はい、あの 5% って書いてますね。 5% くらいしかないんで、なんでも最初に非常に飲みやすいということで、うん、いや、もうありがたい。のでそこもちゃんと考えてくれてね、はい、いいですか、やってくれるのがさすが東さんです。とんでもございません。ありがとうございます、はい、本当。じゃあちょっとせっかくなんで、あれですかね、はい、後ほど、はい、後ほどちょっと乾杯しますか。いいですね、放送内で。いいですね、ね、やっちゃっていいんですか。やりましょうよ、放送内で。お酒、放送内で乾杯。放送内で飲酒していいんですか。飲酒していいんです。飲みすぎないようにしてくれれば大丈夫です、はい、いや、もう全然初めなので、はい、大丈夫ですか、はい、じゃあちょっとね、まあ、この後またね、 いつも多分流れでね、はい、うん、まあ、オープニングトークまたこの後終わって1曲流して CM 開けますね、はいはい、その後にね、うん、乾杯したいと思うので、はい、ぜひね、リスナーの皆さん、はい、ツイキャスとかでね見ていただいてる皆さん、うん、一緒に乾杯しましょう。いや、しましょう、ねえ、ねえ、いいですね。はい、はい、コンビニ走ってもう今のうちですよ、皆さん。コンビニ走ってください。今のうちですから。今行ってくださいね、うん、またちょうどいい時間帯が夕方のね、そうそうそう、今ちょうどね仕事終わってるぐらいですから、晩酌時間ですね、はい、車で来てる皆さんはね、車止めていただいて、そうそうそう、炭酸水なので、そういったもので乾杯していただければなと。 それか、お酒は飲んでもいいですけど、代行をちゃんと呼んでいただいて、はい、ちょっとその1回の乾杯のために代行を呼ぶわけ。そうです、コンビニの目の前から。
それしつらいね。まあそこまで舞の愛があるかどうかっていうところにもなりますけども。まあまあまあそこはね、はい、皆さんそれぞれで考えていただいて。じゃあまあそれでいきましょうかね。はい、はい、でね、一応だからサザンブリーズ、うん、ね、毎週、まあ、メッセージテーマありまして、今週はね、はいはい、先輩や上司っていうね、うん、メッセージテーマで行くという話なんですけども、はいはい、まあね、そんなメッセージテーマもまあまあありながらも、うん、まあ今日は舞の誕生日スペシャルということでございますので、はい、はい、メッセージテーマ、はい、舞のに何でも聞いちゃいましょう。いやー嬉しい。これでいこう。はい、もうこれでいきましょう。はい、か皆さんもどしどし送ってください。なので、何でも答えますよ私。二十歳になりましたから。二十歳になりましたからもう。10代じゃないから。はい、もう何でも答えます。はい。そんなこと言ってとんでもないの来たらどうすんだよ本当にもう。恐ろしいわ。まあね、そこはね、東さんの判断で。そうです、チョイスするのは僕ですからね。はい、でそれで、はい、でまた曲ね、今日流す曲もちょっと前のセレクションでね、うんうん、そうですね、せっかくで行こうということで、まあ、そうです、はい、はい、なっておりますので、まあ、夏ということなのでね、はい、よろしくお願いいたします、はい、前のスペシャルでございま す、はい、います。さあ皆さん、はい、うん、何ですか。いや、もうつぶやいちゃいました。何か心の声が漏れました。嬉しいって嬉しいって心の声が漏れちゃいました。ああ、よかったです。はい、はい、ということで、まあ行きたいと思います。なので皆さんね、じゃんじゃんメッセージ送ってください。よろしくお願いします。はい、お願いします。メールアドレスは797@fmギノワン.com、 797@fmギノワン.com です。あ、はい、失礼いたしました。お、二十歳初ミス。失礼しました。初ミスですよね。はい、完全にあの外だからとかでいろんなことで舞い上がっちゃってますよね。舞い上がってますね、はい、私。じゃあ、はい、続けていきますね。お願いします、はい、もう一度。はい、FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、YouTube ライブ、そしてサイマル放送でもお楽しみいただけます。パソコンからお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリッスンラジオで再生をクリック、スマホからは無料アプリリスラジでお聞きください。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りします。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは098-851-3291、 098-851-3291 まで、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ってことで、はい、この後ね、はい、まだまだ夕日が沈まない中ですね、はい、番組後半はちょっと沈んでいい感じになりますね。行くかな、なるかもわかんないけどもね、うん、はい、そういうそんなね、FM ギノワン上の屋上ビアガーデン B サイドさんからお届けします、はい、よろしくお願いします。お願いします。では曲、前のセレクションの1曲目はこちら、うん、はい、ホワイトベリーで夏祭り。ありがとうございます。これあれか、ツイキャス、ツイキャスに音声は入る。あ、今あ、マイクはバイクで、マイクは入ってます。マイクで入ってる、はい、あ、大丈夫です、CM 見てください。はい、ツイキャスの皆さん、はい、ね、ツイキャス皆さんお待ちかねの、うん、舞野の浴衣全身姿は、はい、最後に見せます。最後に、はい、今もうカメラの微調整の最中なんで、そうですね。最後に、はい、最後にちゃんと映します。東さんもね、浴衣着てますから、浴衣ですから、みんなで、ね、そうヤシの木ね、もうちょっと入れたいけど、やっぱ雲がまた綺麗だから、全部雲の明かりが。
初最高ですけどね。暑かったですね。これはどう下にスクロールするんですかね。あ、なるほど。あ、こっち側ですね。皆さんたくさんコメントで私への質問とかメールでも全然大丈夫なので、皆さんぜひぜひ質問お待ちしてます。キャンさんありがとうございます、ありがとうございます、キャンさん。すごい、でも めちゃくちゃ果肉すごそうですね。いやもう本当絶対美味しい、本当に。最初ちょっとじゃストレートで、うん、おお、炭酸と割って、大塚さん放送の最後に浴衣全身見られますからもちろん最後まで見てください。速度制限かかって、大塚さんから最後に立ち上がります CM あと40秒です。はい、はい、はいはい、はい、ありがとうございます。サザンブリーズ火曜日、はい、本日は舞の二十歳誕生日スペシャルということで、はい、FM ギノワン屋上のありがとうございます、ありがとうございます、ピンサイドから生放送、ありがとうございます、はいあれ100人が200人になった、ありがとうございますありがとう、ありがとうなんかちょっとしたの選挙演説みたいになってるけどまあまあまあ、振りだけで言うと、うん、はい、もうたくさんの方からね、はい、今日またメッセージ、はい、いただいております、はい、ありがとうございます、ご紹介していきましょうね、はい、大吾、はい、さん、ありがとうございます、やっほーやっほー、はい、まいのちゃんおめでとうって、ね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、そして大塚健二さん、はい、すごい、こんにちは、はい、こんにちは、おめでとうって、ね、おめでとう、ありがとうございます、はい、皆さん本当にありがとうございます、ね、東さんいいな、前野さんの全身浴衣見れて、うん、いいでしょ、はい、一度立ち上がってほしいなって、まあまあまあね、それはね放送の最後ですから、ね、あとなんかまあ、はい、おそらくツイッターかなんかでね、うん、はい、ちゃんと全身写真ね、そうです、僕のやつあげますからねそう、東さんもね今日は浴衣を着ていただいてますからちゃんと前の、はい、前の前のだけあげるよ、東さんメインで、私はちょっと俺はもうね、東さんの後ろから顔を出すくらいで、はい、それただ俺が顔でかいだけやん違いますよ、違いますか、はい、シュプリームさん、ありがとうございます、はい、こんにちは、ありがとうございます、こんにちは、久しぶりのビアガーデン放送でね、うん、そうなんですよ、まあでもサザンブリーズはビアガーデン初めて、初めてなんですね、そうそうなんですよ
ね、ビーチはね、うん、ずっとなんかやってたんで ね、 でね、夏の間は。今年はちょっとビーチはできないですけどね。また今日はビアガーデンということなので。はい。はい、さあそして、はい、こちら、うん、ガッチャンさん、はい、ありがとうございます。ギノワンさん、ありがとうございます。そして聞きました、海優さん、はいはい、山口からお邪魔します。ありがとうございます。風が気持ちよさそうってね。ね、なんか私結構このビアガーデンってイメージで、うん、あの暑いってイメージがあったんですよ。はいはいはい、でも全然すごく風通りが良くて、うんうん、すごい涼しいなって。ね、意外に感じましたね。いや本当ですよ、うんうん、あのこの B サイドさんね、うん、あの、まあ、ビアガーデンってなってますけども半分がしっかりと屋根に覆われてまして、そうだから全然ね、あの涼しく行けるんですよ。涼しくビールを飲めるっていうのがまたいいところですね。そうなんですよ、ここだからプランがね、うんうんうん、男性3時間3000円で飲み放題とかね、いやー、安い。またバーベキュープランがあったりとか、いいですね。もう本当にもうたまんないですよ。こっち本当景色またね、眺めが本当にいいんですよね、うん、そうなんですよ、うん、眺めはいいわ。もうだってね、夕日が沈むところは見えてすごい素敵だわ。そうそうそう、そうなんですよ。もうね、飲んで食べて、しかもね、うん、遊べるというね。なぜなら花火が売ってるんです。あ、売ってるんですか。花火100円って売ってるんですよ。本当だ。あ、いい。あ、じゃあこっちで花火をしながら、それも多分させてもらえるんでしょうね。いやー、これ贅沢だわ。もう最高ですよ。最高です、こっち本当。でこちら、進撃のめいちゃんさん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、東さん、はい、マスタードプレゼントしたの。いや違います。色がね、いや、マスタード色がまあまあまあ確かに本当にマスタードに見えるぐらい濃いんですよね。濃い黄色のね、うん、やつですけど、マンゴーの果肉がすごい入ってる。マンゴー果肉リキュール でございます。はい、はい、さあ、たくさんねメッセージいただいてますけども、はい、ありがとうございます。もう前野さんはね、うん、もうお酒がもう全然飲めると、はい、いう感じになってきたらしいので。全然飲めるっていう判断もちょっと、でもほら、タイゴさんがね、はい、美味しいって感じるってことはもう飲んべになるなって、うん、あ、やばいですね。そうですよ。やばいですね、これは。それはありえますよ。大塚さん、うん、はい、前野さんが飲んで酔っ払い、うん、東さんがハンドルキーパー、なんか想像できる。想像できるんですか。はい、まあまあ僕は飲まないんでね、本当に。あ、まあそうですね。飲まないから。ありえるかもしれないですけど、うん、はい、さあということで、はい、うんうん、まあ、せっかくなんでね、先ほどもお伝えした通り、うん、はい、前の誕生日を皆さんでね、はい、お祝いしようじゃないかということで、ありがとうございます。先ほどプレゼントさせていただきました、うん、こちらのマンゴーリキュールを。マンゴー、贅沢マンゴーリキュール。これで乾杯したいと思いますけども、はい、じゃあ、 僕はいいですか。はい、東さん、開けてください。はい、開けてください。いやー、もう本当嬉しい。はい、だ皆さんもね、今ちゃんとリスナーの皆さん、ちゃんと準備してくださいよ、はい、乾杯の準備。そうそうそう、今のうちにね、はい、ね、コンビニに走ってください。今日もちゃんとビアガーデンの方にも来てる機長さんもちゃんと乾杯の準備を。機長さんもね、もうそこの、そのそう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 、ちゃんと飲んでいただいて大丈夫らしいので、はい、いやー、もうほんとこんなラジオ放送でね、祝っていただけるなんて、うわ、すごい、すごい、ほんと入れるときでさえもドロドロ。はい、ちょっとこのロックでね。あ、いいですね。いい感じね、前野さんはね。はい、いや、もうほんといい。いや、あずまさんはね、炭酸水で。僕飲んで帰る、まあまあ、はい。車もね、持ってますから、あずまさんは。はい。じゃあ、これね、今のやつ、もうね、暑いから氷が溶けて、水が出てるんですけど、あまりにも濃厚すぎてかなり分離してるっていう。いやいや、そう、水と分離、あ、ちょ、今混ぜちゃいましたけど。いいですかね。いや、でも本当果肉が見えるぐらい、果肉が見えるぐらいで、ね、行ってみましょうかね。ですね。さあ、ということで皆さんご準備よろしいでしょうか。はい、皆さんコンビニ行きましたか。今お酒持ってますかね。持ってますか。持ってない人はエアー乾杯でお願いいたします。エアー乾杯で、はい、はい、車の中で大きな声で乾杯おめでとうとお願いいたします。はい、はい、お願いします。あのラジオをお聞きの皆さんもね、ハンドル持ちながら乾杯を、はい、止めてください。いや、口だけで。もしそれやるなら口だけで。まあまあ、それでもいいかもしれない、はいはい、口だけで、口だけでね、はい。じゃあよろしいでしょうか、皆さん。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ発声させていただきます。はい、お願いいたします。はい、上原舞乃さん、20歳誕生日おめでとうございます。乾杯。乾杯。いただきます。はい、どうぞ。濃厚だからもうドロドロになってる。もっと一気にグッといった方がいいんじゃない。
濃いところ濃いところを行かないと。ああうまいうまい。いやね、めちゃくちゃほんと濃厚です。濃厚ですか。もうほんなんだろうな、ちょっとお酒の感じはするんですけど、うん、最初にまずマンゴーが来るんですよ。おうおう、マンゴーの濃厚さが来て、その後お酒のこのアルコールがちょっとふわって広がるというか、うんうんうん、それがまた美味しい。美味しい、もう本当に美味しい飲んべえだんこいつこの感触は飲んべえだないやでも本当にちょっと、あーでもそっか、俺は味に皆さんそっか、まあまあなんかチラッとだけね、後で僕もちょっとだけじゃあれなんですけども、うん、はい、いやでも甘さもあってちょうどいい、しかも甘さで、本当ですか、すごい飲みやすいです。あーほいいですね、うん、じゃあちょっとあとちょくちょく、まあこれですプラスあとなんかこう、はい、ね、炭酸で割ったりなんかしたらいい、ね、より多分飲みやすく、あ炭酸絶対美味しいですね、なると思うからね、はい、それまた後でやっていきたいと思うんですけども、はい、はい、まあ、僕はもう炭酸水ロックで最高です、はい、炭酸水のロックですから、炭酸水のロックです、はい、ロックです、はい、これもロックです、はい、強いですよ、強いです、はい、炭酸強いです、はい、じゃあ、まあ、皆さんね、たくさんのメッセージいただいておりますね。はい、あ、同時にね、おめでとうおめでとうね。あ、ありがとうございます。高橋さんもありがとうございます。ありがとうございます。シュプリームさん、次は島のロック行こう。島のロック。まだだって飲んだのはあれなんでしょ？その梅酒？はい、梅酒ですね。とこれぐらいでしょ？梅酒。で、実は あと何飲んだん？実はその梅酒を2杯飲んで居酒屋の後、うん、家族みんなで、うん、ちょっとおしゃれなバーに寄りまして、そこで。うん、ウォッカリッキーというものを飲んでるなこいつ飲んでんな飲んだんですよ、うん、いやまたそれもすごいさっぱりしてて美味しくて、うんうん、このリッキーっていうのがこのライムの果肉を潰して飲むやつなんですよ、うんうんうん、ウォッカと炭酸を合わせて、うんうんうん、 そうだね、それがまたすごいさっぱりしましたね、うん、美味しかった、美味しかったですこれウォッカ系美味しいって言い出したらもういよいよだよいよいよですか、いや一応初めて飲んでウォッカでしたよ、うんうんうん、だなんか自分が一応酔っ払ってるっていうのは全然なかったんですよ。家族のみんなからしても全然顔も赤くなってないしということで、うん、なので一応酒は強い方なのかなという。いや前野さん、はい、それをそう思って、はい、そう思い込んでなんか失敗しないでくださいよ。本当それそうですよね。だから本当にあんまりちょっとなんだろうな、そこをちょっと過剰にね、そうよ、自信過剰にね判断しないように過信しないで、そうです、過信しないように、本当にもうそんなこと、そんな話されたらもうなんかもう年齢差的にもうおじさんはもう心配しちゃういやでも本当ね、だからもう本当過信しないように自分では本当、はい、まあ、程よくね、程よく飲みたいと思います、はい、いいですね、はい、大塚さんね、うまいね、うまい、いただきました、うん、ありがとうってね、ありがとうございますよかったですね、皆さんもね、はい、もしかしたら皆さんよりお先にいただいてるかもしれないんですけど、大塚さんもまあ用意したのかな、はい、あ、ね、ちゃんと用意してくれたみたいな、 ありがとうございます、乾杯の用意、はい、美味しいですね、うん、そして、はいはい、さらに、はい、こちらじゃもう本当にこの周りの皆さんもこの OBP だったり、うん、いろんな方を見て思ったので、はいはい、それはちょっともういろいろ口に出していこうかなとやりたいこと、なりたい姿とかっていうのを、はいはい、いいですね、はい、いいですね、まあちょっと本当にでもね、うん、いやもうどうにもういろんなね感じで本当活躍してほしいなというのは、まあ、僕も個人的にもね本当にいやありがとうございます、関わらせていただいてますので思いますけども、はい、ねえ、さあ、そんなですね、舞の絵の、まあ、いろんな質問やメッセージ、はい、何でもかんでもですね、うん、今日はもうお待ちしてます、特にもう、そうそうそう、メールテーマじゃあ縛りじゃないです、メールテーマ縛りはもう今日はもうメッセージテーマは舞のですマイノであれば何でもいいです、はいはいはい、私のことであれば全然何でも OK です、質問じゃなくてもいいです、でもしくはね、はい、東さんへの質問も、いや俺は大丈夫です、受け付けてますので僕は大丈夫です、はい、東さんも何でもお答えしますので、うん、はい、あ、ちょっと僕あの NG がたくさん僕はちょっとあのいろんなことが事務所縛りで、事務所縛りが、事務所縛りで事務所 NG がたくさんあるんですけど、はい、できる限りでいきたいはい、ありがとうございます、うん、はい、じゃあということで皆様またまたメッセージをお待ちしております、はい、はい、じゃあですね、うんうん、ここで、OBP ニュース、はい、OBP ニュースを、いきましょうか、さあでは、まあ、BGM そのままでいきましょうか、はい、そのままで、はい、かしこまりました、では OBP ニュースどうぞ、いきます、 OBP 今週末がですね、あの TIFF 東京の方で TIFF の方に参加いたします、うん、
そうですね、はい、いよいよ今週か、今週末です、はいはいはい、今週末東京の方で TIFF が開催される、はい、東京アイドルフェスティバル TIFF、 略して TIFF です、はい、もうこれはすごい、あの世界、あの日本最三大三大アニあのアイドルイベントとも言われている中のうちの一つなので、はい、そうですね、皆さんもそこの BP もぜひぜひチェックしていただきたいと思いますね、はい、お願いしますね、はい、お願いします、はい、それとあともう一つ OBP の情報ではないんですけど、はい、今週もまだまだ沖縄でスカウトしております。ディネ&インディのこの全員オーディションという題しましてスカウトしていますので、場所があのパルコの方だったり、うん、あと那覇新都心、はい、メインプレイス近くだったりっていうのをディネ&インディのこのスタッフさんが歩いて回っているので、はい、そこの方にねお声かけいただいて、はい、でそれでちょっと話をしたり、まあ、うん、そうね、まあ、もう気軽にねお声かけしていただけたら、私ちょっとモデルとか興味あるんですとか、そうですそうです、いやうちの子可愛いからお願いしますよみたいな、うんうん、友達いい子いるんですよとかね、この業界に興味があったり、あとやるその業界にやる気がある子が、うん、ぜひぜひ声かけていただけたらなと思います、ね、なんかディネ&インディーさんのツイッターなんか見てると、今ここにいますよみたいなね、情報がね随時更新されていくので、はい、でそれでまたその場所をね探していって声かけていただいたりっていうのがお願いしたいんですけど、はい、まず服装もディネ&インディーの T シャツ、ピンクのこのお腹の横のあたりに D っていうマークがついてるので、その T シャツを着ている方に声をかけていただけたらなと思います、うん、はい、はい、でそしてあと一つあるんですけど、ビオ8月号にカイラが、はい、これね出ています、出演しています。一応これもね、ぜひぜひ皆さんにチェックしていただきたいので、はい、これはまたコンビニとか、多分メインプレイスの方にも置いてあると思うので、うん、ぜひ手に取ってチェックしてみてください。お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上、ディネ&インディー情報でした。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。さあ、では、一旦CM の後に、はい、ちょっとじゃあ前のリクエスト曲をもう一曲いきましょうか。わかりました。はい、じゃあ CM。はい、お届けしておりますサザンブリーズ火曜日、はい、はい、さあ、ということでございまして、今日はですね、前の
はい、スペシャル。はい、スペシャルです。ということで、はい、いろんな曲もね、今日ちょっと前野のリクエスト曲でいこうかなというところで。ありがたい。はい、はい、今日だけでごめんなさいね、皆さん。はい、ごめんなさい、本当皆さん。じゃあ続いての曲、ね、うんうん、こちらグリーンの花歌。花歌。お、これはなぜ、はい、これは一応私の高校時代というか、うん、中学から高校に向けての夏の、うん、夏は毎回必ずこれ聴いてたっていう歌ですね。おー、夏の歌。夏の歌です。夏というか、結構この学校の中のこの雰囲気だったり、うん、もう青春の歌です、うんうんうん。青春の歌になっているので、これを聴くともうテンションが上がって、はい、もう一日を楽しく過ごせそうな気持ちになるので、いつも毎回聴いてましたね。学校行くこの朝の道でだったりっていうのを聴いてました。うん、いいですね。私すごいグリーン好きなんですよね。あ、なんかそうね。そうなんですよ。映画の紹介もしたりとかね。もう本当大ファンで、一回ライブにも行ったことがあるんですけど、うんうんうん、その時にただたまたまその時が結構スペシャルな日で、うん、あのグリーンの皆さんがいつもならライブであの映像だけなんですよ、グリーンさんって、うん、はいはい、生では出ないんですね。ライブでもそうなの？ライブでもそうなんですよ。ライブでもそうなんだ。映像だけでもこのライブになるんですけど、はい、でも今回はその私がライブに行った日はたまたまこのスペシャルな日で、うん、でグリーンさんが生で出てきてくれたんですよ。すごいね。でもそれも一応顔も隠してなので、あの黒いこのスモークのかかった、うんうんうん、なんていうんですかね、このカーテン越しみたいな感じでやってたんですけれども、生歌が聴けてすっごい良くて、でまたその時もちょうど鼻歌歌ってて、その生歌で、うん、いいね、それがすごい印象に残ってます。あ、はい、じゃあそんな歌、ぜひ聴いていただきましょう、はい、グリーン鼻歌。はい、大丈夫です。上に案内してもらって。あ、いいよ、じゃあ。ちょっと最初から立ち会えないので。サイダーで割ったら結構さっぱりしますね。多分メールがこれで違うんですかね。そういうことか。多分そうだと思います。あ、なるほどね。めっちゃ来てた。ごめん、めっちゃ来てた。いや、皆さんぜひぜひ私への質問等でコメントしていただけたら嬉しいです。何でも答えますよ。あ、いや、たくさんいっぱいね、ありがとうございます。あ、いや、めいちゃんさん、ありがとうございます。要望なんだ。
酒って飲んだら鼻詰まりませんか？俺詰まる。俺は詰まる。俺すごい詰まる。私も詰まっちゃいます。だから俺それすごいなんか苦しくなるから余計ダメだから。この前その飲んだ時も結構詰まるよ。サザンブリーズ火曜日、はい、本日舞の二十歳誕生日スペシャルということで、はい、FM ギノワンスタジオより上の屋上にございます、うん、ビアガーデン B サイドさんからの野外生放送、はい、お届けしてます。いいですね、風が気持ちいい、ね、いいですね、うん、さあ、たくさん、ね、メッセージいただいて、はい、おりますね。質問等々からいただいてますのでご紹介していきましょうかね。たくさんありがとうございます、はい、小賀ちからもちさんね、まずありがとうございます。かっちゃんさんもどうもこんにちは。はい、こんにちは、ね、はい、そんなかっちゃんさんからの質問です。はい、前野ちゃん質問です。前野ちゃんはなぜそんなに浴衣、うん、めちゃ似合うんですか、かわいいな、だって言い方言い方、いやありがとうございます、本当にこんな褒めていただけるなんてね、うん、もう一個かっちゃんさん、はい、東さんはなぜそんなに織田裕二のモノマネと山本貴博の声似てるんですかそうなんですか、生まれつきだよ声は生まれつきだ確かに山本貴博さんの声似てる、うん、似てますね。もう織田裕二さんはね、だから織田裕二さんのモノマネもできるんですね。よくよくね言っていただいてね、はい、はいはいはい、納得納得ですか、納得です、ありがとうございます、さあそして、はい、メール、はい、ありがとうございます、ご紹介しましょうか、うんうん、ね、じゃあまずはこちらからかな、はい、はい、進撃のめいちゃんさん、はい、ありがとうございます。東さんと20歳の子こんにちは。はい、こんにちはいいな、ビアガーデンからも公開生放送、うん、ビアガーデンから毎週生放送やっちゃえばっていや、ね、結構準備大変なんですよ。そうそう、大変なんですよねキャンさんにも本当にたくさん動いていただいて、いや本当にね、スタッフさん、スタッフさん、皆さんで、そしてもう何といって もうこの B サイトさんありがとうございます。うん、ありがとうございますですよ、もうね、そして、はい、前野ちゃんが二十歳を迎えた記念に東さんから太っ腹自腹でプレゼント、いやーもう本当にありがたい、嬉しいプレゼントをもらいました、はい、さらにまだあるそうです、はい、え、はいおプレゼントがさらにえ、ちょっと期待しちゃおうかなさらにさらにってか、ね、めちゃくちゃなこと言いますねさらに今日は東さんからさらに素敵な芸があるということで、おいやこれは楽しみ期待できますね。いつも番組に出演している、うん、準レギュラーのシャゲさんのモノマネできるんですねおーこれは楽しみだな、いやね、東さんだったらねすっごい似せてくると思うんでちょっと期待しちゃう、今持ち上げてるでしょ、はい、最後下読んでないでしょ、ではまずお手本で舞のちゃんからよろしくお願いしますって今完全に俺にやらす流れにしてたけど、嘘嘘、お手本最後読んでなかった、お手本で舞のちゃんからよろしくお願いしますって、いやお手本で私からいきますか嘘でしょ、本当ですかこれ、いやそうそう本当ですか、そう本当本当本当ですか、これ本当のやつ、一応目の前にマネージャー、目の前に目の前にいます、目の前にいますよ、やりましょうよ。じゃあちょっと東さんの方向いてやっていいですか。俺の方向いていいよ。いいですよ。ちょっとね目の前はね。わかりました。よろしいでしょうか。じゃあ、上原舞のシャゲさんのモノマネまで3、2、1どうぞ。いやーねー、そこだよねー。これは言ってんの口癖で。本人は全く全然わかんないって今首ひねってますけど、いやねこれはね、うん、正直に言いますと、うん、全然言ってません。ええねもうやっぱりこのすぐに言われると思いつかないです、
ょっとマネージャーさんの顔見られない。見られない、ね。見られない。見れない、見れない。見れないです。なるほどね。はい、じゃあもうこのまね、モノマネはもうこれで終わりということで。はい、終わりです。ちょっとね、これはね、事務所から NG 出しましょうね。それが事務所 NG ですから。はい。で、質問をね、たくさん刺激のめいちゃんさんじゃあいただいてるんですけど、はい。はい、3ついただいてます。二十歳を迎えての感想、まあ聞きましたね。はい。二十歳を迎えて、まず何がしたい？これはお酒でしたか？それですね、うん、まずはお酒が飲んでみたいというのが。タバコは？タバコは飲みたくないタバコはまあ吸いたくない。吸いたくないですね、やっぱり結構体にね、うんうん、あの健康被害が大きいのでそうですね、そこはちょっとこの自分からは、そこはまあ大丈夫だなと。はい、ね、そして3つ目、はい、おすごいねこの質問、うんうん、コンビで1年近くやって、東さんに、うん、東さんに誕生日だからこそ言いたいこと何かありますかって。東さんに、はあ、なるほど、東さんに何か言いたいことですね。何か言いたいこと、これはだから言いたいこと、言いたいことってことは、はい、クレームが来る可能性があるってことですよねそれが非常に、僕のあのガラスのハートを傷つける可能性があるんですけども今こう言って保護してるからねいや、言いたいことは、はい、もう今は一つだけですね。何ですか？今現在としましては、はいはい、もうダイエットしろと。ダイエット一応この前このツイッターで見たときに、うん、めちゃくちゃ細くなってて私びっくりしたんですよ。この前って昨日とかのやつじゃないの？そうです、昨日のツイッターの映像でしょ、はいはいはい、ツイッターのこの画像を見て、うんうん、もうめちゃくちゃ細くなってるなと、はい、だから言いたいこととしては、うん、偉いですあ、お褒めの言葉いただきました二十歳になったばかりの前野さんからお褒めの言葉を。本当すごい、やっぱり努力してるのが目に見えるので本当すごいなって。そうですか、頑張ってるなって、東さんすごいって思いながら見てますね。あ、そうですか、ありがとうございます。言いたいこととしては、言いたいこととしては、はい、偉い偉い、はい、よかった、初めて褒めていただいたかもしれません前野さんから、ありがとうございます、はい面白いね。偉いって思うもの。さあ、はい。さあ、そしてでですね。いや、風がいいですね。いいですね、いい風が。いい風が吹いてますよ。ビュン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 吹いておりますけども。はい、大塚健二さん。はい、ありがとうございます。の質問。前野さん。はい。この質問、事務所 NG かもしれないんで、答えられなかったら答えなくていいんですけども、うん、はい、足のサイズを教えてくださいと。おー、なるほど。いやいや、これはね、全然事務所 NG が出ても言えますよ出ても言えるって出ても言えるって、ちょっとおかしいかもしれないけどいや、私の足のサイズは 24.5 です、うん、これね、はい、24.5 でしょ、はい、今なんで大塚さんが聞いたかと、はい、いうことですよ。ほう、何言ってんですか。あなた誕生日だったわけでしょ、はい、大塚さん、はい、あさってには沖縄また来るんだよ。あ、ということは、だから足のサイズ聞いてんだよこの人は。ちょっと大きめに言って25って言おうかななんでよ、なんでそこさば呼ぶんだよいやね、あの私 24.5 ではあるんですけど、うん、幅が広くて人よりも、うんうん、なので大きめのサイズだったりするんですよ。あ、なるほどね、あ、はい、だって、はい、幅広がいいんだって。幅広がいいですね。大塚さん幅広ですよ、ね、スニーカーで言うとね、幅広のブランドはね、だいたいニューバランスとかなんですよね。そうですね、ニューバランスとかね、幅広でね。アディダスもちょっと幅広ですね。あ、そう、幅広のね、はい、感じなんでね、はい、だからね、ちょっとナイキとかだったらね、ちょっと細くてね、ちょっと細いので大きめをね、はい、あ、よくよくわかりますよ、はい、いやもうこれはすごい大塚さんが大丈夫かな。だって大塚さん、だってその質問の意図はね、こっち、はい、どう解釈するかこちら次第ですから。まあそうですね、解釈は自由ですから、うんうん、そういうことですよ、はい、多分。なるほどな、多分ね。いやちょっと楽しみですね。さあ、ありがとうございます、はい、ね、メッセージたくさんいただいて、はい、ありがとうございます、はい、前野さんは20歳過ぎたら、うん、下ネタなどは解禁なんですか。下ネタ、私下ネタ自体どうなんだろうまずどこが下ネタなのって思いますね。あ、この発言は、はい、ということは言うなってことですよ今の言い方は言うなよ、どれが下ネタか分かんないから言わないでっていや別に私は発言しないけど他の人が言うのはちゃんと聞きますよ。聞きますよ、はいはい、全然なのでね、うんうん、
そうです。私からは下ネタは言わないかもしれないですね。いや、うん、言わないかもなんだね、でも一応。はい、分からない、どこから下ネタになるのかね。20歳になったらいろいろさらけ出しますよ、お前のは。そうですね、楽しみでございます。20歳ですから。はい。はい、じゃあそんな、20歳になったばかりの、はい、じゃあ舞野の、うん、20歳初、はい、お天気道路交通情報、はい、いきましょう。さあではまずはこちら、はい、お天気から、お天気からいきますか、いきましょうか、はい。いやね、でも今宜野湾現在はすごい晴れてますからね。はい、どうぞ。はい、ではお天気情報いきます、はい。今夜30日がところにより夜雨で雷を伴うとなっております。降水確率がですね、夕方6時から24時まで 30% と少し低めではあるんですけど、ちょっと雷とかに皆さん気をつけていただけたらなと思います。そして明日31日がところ晴れ、ところにより朝から雨で雷を伴うとなっております。はい、こちらの降水確率が、朝の6時までが 10%、 そして6時から昼の12時までが 30%、 昼12時から夕方6時が 20%、 そして夜24時までが 30% となっております。はい、そして明日の朝、那覇の最低気温が27度、そして日中の最高気温が33度と暑いですね。そうなんですよね、結構熱中症にかかっている方たくさんなんかいらっしゃるということなので。そうなんですね、はい、じゃあちょっと気をつけていただいて、水分もちゃんとね、うん、こまめに水分補給は取っていただけたらなと思います。はい、そして交通道路、はい、交通情報、一般道から、はい、王者名から前原向け一部渋滞となっております。はい、王者名から前原向け一部渋滞となっております。はい、そしてこちらはズッケランから来カム向けですかね、はい、こちらですね、一部渋滞となっております。はい、さあそして、はい、続いて沖縄自動車道は、あ、結構、そうですね、故障車も沖縄道上りの宜野座インターチェンジ付近に故障車、はい、そして沖縄道上り金インターチェンジ付近に路上障害物あります。はい、さらに沖縄道下り伊検島バス停付近に故障車とありますので、うんうんうん、ちょっとね、多いですね、はい、前方注意して運転お願いします。はい、以上、天気道路交通情報でした。サザンブリーズ火曜日、この番組はあなたの笑顔が見たいから、町の小さな不動産や株式会社徳松産業トクトクハウスの提供でお送りしました。売却のご相談、お見積もり無料、依頼があれば沖縄本島内どこでも飛んでいきます。お問い合わせは 098-851-3291、 098-851-3291 まで。この後も FM 宜野湾をお楽しみください。はい、ということでございまして、舞の誕生日スペシャル、はい、お別れの時間となってまいりました。あっという間ですね、本当に。はい、ということで、じゃあ最後に、はい、もう一度乾杯して、はい、締めましょうか。炭酸で美味しく割っております。はい、はい。あ、ちょっとその前に、はい、8月31日と9月1日、私が出演する舞台、花の名前が、ね、アトリエメカルベースにて公演されます。皆さん、そちらのチェックの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは、乾杯。はい、乾杯。バイバイ。ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。ありがとうございました、ね、たくさんのお祝いメッセージも本当にありがとうございます。皆さん、また20歳の私もこれからもよろしくお願いします。